あ、どうも。あ、どうあ、も。どうも。もう、今年も終わるね。いやー、早いね。早い。もう、今年はさ、消費税が上がってさ。ねえ。もう、ほんと、急に高くなった感じだよね、後半が。物売れてないね。やっぱ売れてないよね。明らかに売れてないね。売れてないし、なんか店はどんどん変わっちゃってるね。やめてるね。やめてる。俺もちょっとさ、前なら勢いで買ったような部分がなくなったもんね。これなくてもいいけどっていうのも、うん、一応まあ縁起物ねみたいな感じで、ある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 、それが一切なくなったね。いや俺も買わなくなったな。いや、これ藤原近所さ、うん、雑貨屋みたいなのがちょっと小物屋みたいなのがあったの、そこがさ、うん、カフェになったんだよ。おで、なんかどうもイタリア系のなんかカフェみたいで、うん、で外でこうなんかシーンじゃないけどさ、はいはいはい、テイスティングみたいな、やってた、今やってた、配ってたっすよ、やってたやってたでしょ、うん、ね。あの兄ちゃんが捕まったんだよ、さっき。シャブ、うん、でもシャブじゃねえよ。だからさ、コーヒー飲んでて、ね。ああ、そうだね。なんでシャブじゃねえ、あの兄ちゃんにシャブで捕まるよ。捕まったっていうことさ。いやいや、ちょっと、ハローなんつって。ああ、そうだね。ボンジュールみたいな。もうどっち、何人みたいな感じで。で、ちょっと、結構うまかったね、コーヒーが。うん、で、いろいろ話しててさ、うん、47なんだよね、俺、みたいな話になって、うん。だから俺いくつに見えるって言って。大体俺、日本人は若く見えるって言うじゃん。外人なの、向こう。外人なんだ、外人なんだよ。イタリア人なんで、はいはい、したらそいつ47らしいんだよ、うん、して俺いくつに見えるって言ったらさ、うん、ほら外国人は日本人とか東洋人が若く見えるって言うじゃない。だから59だけど、うん、まあ10歳ぐらい若く見られたら嬉しいななんて思ってたのよ、うんうんうん、そしたら52とか52って微妙なことを言いやがってさあーやっぱ俺も年取ったんだなってもう実感しながらここに来たのよ。そりゃしょうがないよ。外国人から見た52歳は結構年寄りだと思うよ。いやまあ女の人だよね、特に若く見られるのは。あ、そっか、男はそうでもねえのかな、うん、結構男のことは適当なんだよ、ね、適当なの。だって俺だってロンドンでイタリア人で撮ってたんだからさ。あ、そういうこと、うん、君はイタリア人だねって。そうだよ、そうだよ。マジかよ、うん、やっぱ適当だね。適当なんだよ。でもさ、52って微妙な感じがさ、引きずってんだね、今ね、俺。今、お前は52なんて若かったね。そうだね。うん、俺、この間さ、残念ながら。ライブやったんだけど、うん、2days だったのね。2days よ。で、2日目の朝さ、うん、ちょっと、ま、あまりにも初日が乾燥してたわけですよ。何ライブハウスか、あの、街も全てが。ああ、全てがね。うん、そういう時ってさ、分かるでしょ、歌ってね。喉が分かるよ、イガイガするし。なんなのこれって感じ、うん、あるじゃない。あるよ。これ、やばいなと思ったのよ。うん、で、次の朝さ、これちょっとまずいと思ったんだよ、うんうん、これ油だなと思って、うん、昼飯天丼食ったんだよね。そしたらいい感じで出たよ。うっそ、ほんとだっての。やっぱ油なの。いや油だよ。油も油分なんだ。絶対油。へスチームより油。マジそんなに何いい感じで喉を開いたの。開いたしね、前日だったらこうなんつうの無理して出してるさ、ようなちょっと下手すとまずいぞみたいな。あ、あるある。一切ない、ちょっと枯れちゃう手前みたいなね。そう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 。一切ない。一切ない。潤滑油ってこと。イカ天が効いたね、あれ。マジで。お前、車じゃねえんだからさ。いや、いやだから面白い、そういうもんなんだなと思って。オイル交換じゃねえんだから。マジで、そんなのもう喉いいのかよ。いや、だから今度だからさ、歌うときなんかさ、天丼実験でさ、天丼にしてオリーブオイル飲むとかさ。ああ、でもいいよ。ちょっとやってみたら。いるよね。いるよね。唐揚げでいいじゃん。唐揚げいいね。しかも唐揚げもいいけど、唐揚げだとさ、衣が刺さる可能性がある。確かに確かに。俺、硬いの好きだからね。そうすると、なんか、ケンタッキーなら硬だけどね。なるほど、なるほど。ケンタッキーはいいよね。うん、やっぱりそういう油分ってどこにでも必要なんだね。必要だ。だってやっぱさ、オイル交換っていうぐらいで車だってさ。本当だよ。車オイル交換、うん、調子いいからね。エンジンの周りが良くなるよ。所詮、ほら道具なわけじゃん。もう歌うってことはもう喉が。そう、喉が道具だからね。道具だってことはやっぱね、油なんですよ。なるほど。刺さないとダメなんだ。刺さないとね。俺ももう指に CRC 塗る感じだから。なるほど、指ね。うん。で、子供が昔さ、シューっていうのやってたじゃん、よく現に。やってたね。最近やんないね。やんないね。あれ何なの？シューってやつ。なんか、あれも乾いた感じがして嫌なの。わかんない。指の、ね、滑りが悪くなるの？弦の表面がさ、妙、うんうん、に乾いたら、スマートフォンもさ、指でさ、いじってるとさ、うんうん、滑り悪いなって日があるんだよね。なるほど。それと似てるんですよ。やっぱ弾きにくいんだ。弾きにくいね。で、それやると何？いきなり良くなるの？弾きやすくなるの？なるね。で、それでシュシュやってたんだ。最近やんないよね、でもね。最近も、超越したね、それでもね。あマジか。うん、
で初期の頃よくやってたね、小太郎君ね、ライブの前シューってやってた。また初期はさ、うん、弦もそんなに変えなかったからさ、あーそういうことか、潤いが消えてるわけですよ、弦から。弦も高いしね、うん、で今はほらもう毎ステージ変えるでしょ、毎回変えて、潤いを持ったままこういけてるっていうのもあるんだよね。なるほど、いろいろ微調整するね必要なんだよ。だもう今度指の方にさ、でもなんか塗っていけばさ、どんな弦でもいけんじゃん。もうそうだよ、そうだよ、そうだよ、指のね、腹のとこにさ。でも逆になんか滑って弾きにくいんじゃないかなって気がするんだけど、そういうでもないの？程度の問題じゃない。まあ程度があるね。あ、スライドしすぎちゃうとかね、ありえるよね。それは嫌だね、スライド行き過ぎたっていうのはちょっと嫌だな。そう、ここで俺この前はさ、うん、ほらあのスピッツの田村君との対談があったじゃない、うん、ああ、あ、ベーシストとして行ったの？ベーシストとして行ったんだけど、小田君さ、俺さ、うん、もう全然勘違いしててさ、うん、ベースマガジンだと思ってたんですよ。なるほど。でも部数は田村君のところが出てるんじゃない？いや、これ分かんないけど、だってすごい数でしょ、スピッツのファンクラブ。数はそうだから、うん、いや、俺本当に何を勘違いしたのか、うん、ベース対談みたいに書いてあったからさ、へ、ベース対談ができるところっつったらもうベースマガジンしかないでしょみたいな思ってたの。なるほど、うん、だってないじゃんそういうのって。そうね、だから俺初めてベースマガジン乗れるんだと思って、ビズアルメンのベースだから。ベースマガジンはちょっとなかなか乗れないよ。乗れないでしょ、うん、だからいや、ついに来たよと思ってすっげえ嬉しかったんだよ。なるほど。そしたらなんか司会ですっつって、うん、グレートマイカーが現れたの、うん、お前何やってんだよっつってお前もベースだから今日ベースマガジンって言ったらポカーンってして、うんうん、何言ってんすか川田さん、今日スピッツの解放ですよって言われて、うん、マジっつって、ベースマガジンじゃねえのって言ってさ。いや、いいじゃんスピッツの解放。面白かったけどね、対談は。呼んでもらえないよ俺。あ、ギター対談ないのか別に。そりゃないでしょ。いや面白かった、すごいな。うちもやる、うちの解放なんかやってもいいよね、うんうん、スピッツに出てもらう。そうね、あの手書きのページさ、1ページ使うのもったいないもんね。もったいないもったいない。あれ1ページに4人でいいよね。そう、1ページ4人でいい、寄せ書きでいいよね、うん、本当に。あそこでなんかこう対談、いや対談やろうよ、うん、対談がいい、ね、やっぱり対談がいいよ。まさもで君とか来てくれんのかな。来てくれないよ、うん、じゃあどこから呼ぶんだよ。なんかさ、そのミュージシャンとかじゃなくてもいいわけですよ。ああ、そっか、うん、関係ないもんね。関係ないよ、確かに。だから藤場の社員とかでいいんだよ。ああ、そうだよね、うん、そういうのがいいんだよ。そうだそうだ、うん、だってそういうところが知りたいかもしれないもんね。そう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 、でそれ行こうか、うん、次回から、次回ぐらいから、そうあたりにね、うん、いいと思うよ。コロンビアのあの吉田副会長も、ね、そうそうそう、入れてね、飲み屋の店長とかさ、そういうのがいいんだよ。昨日そういえばなんか倉田の高橋さんから夜電話来てさ、うん、お太郎っつって、うん、あのさ全然来てくれないじゃん、出かけまず何どうしたのって言ったら、夜今さまた店長やってんだよってわけ。店長やってる、クワトロがバーやってんだよね今ね。え、そうなの、うん、パルコの下で。へえ、新しい渋谷のバーが、うん、へえ、バーが、うん、バースペース、へー来てよっつってさ、うん、お行く行くっつったら暇なんだよねっつってじゃあ行くよっつってマジで、うん、店長も池袋のパルコ戻ってくんないかな。ああそうだよね、もともと池袋のパルコの人だからね。そう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 、その前は名古屋。いや、その次が名古屋、次が名古屋な。名古屋長かったんだ。飲食得意なはずですよ。あ、そうだよね、だそっちの人なもんね、もともとね。もう一回行ってみたいけどね、うん、喜ぶんじゃない、小太郎君とか行ったら、うん、ねえ、まあパルコぐらいだったらなんとか迷わずに行けそうで今迷いそう、自信ないんだよね。パルコ迷ってたらもうどこにも行けねえよ。もう下北とか降りるときビクビクだもん。うわー、下北行ってねえなー、うん、また変わってたよ。あ、そう、うん、前より迷わなかった。前よりもなんかこう外が見えるんだよ。あ、そうなんだ。あの工事中の時すごかった。そうそう、前あれ賭けだったじゃん、ここだったさ、このエスカレーターはどこへって感じだよね、うん、この辺とか言われてもさ、下北知らないからどこ、それってどこなんだよって分かんないんだよ。そうなんだよ、俺もそうなんだ、下北全く分かんない。パルコだったらさ、ピーって探せるでしょ、上の方が。ピーを探せる、なんとかなりそうだけどさ。いや、どん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 変わってっちゃうよ。本当だよね。池袋今、池バスっていうの知ってる？池バスっての走ってるの。何池バスって。池袋バス。どこ走ってるの？
東と西を結んでんだよね。ゆっくりな速度で。あ、なにびっくりバードくぐってってこと？びっくりバードくぐるのかな、ちょっとコース知らないけど、うんうん、ちっちゃくてさ。へー、あれだよ、よくあの市営バスみたいなやつ。あるあるある、巡回バスね。そう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 、赤でさ、かわいいよ。だってここだってさ、小田君、あの藤場の前にさ、ハチ公バスってさ、かわいいのさ、うん、知ってるよ。多分これ、この渋谷からぐるぐる回ってんね、青山あたりぐる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 。俺、行きバスの試運転も目撃したもん、住宅街を走る行きバス。マジ試運転、うん、誰も乗ってないの。乗ってない。そう、なんかかわいいんだよ、それ。でね、赤なん真っ赤なんだよ。うん、でところがね、うん、この間俺、黄色見たの。へぇー。なんだと思って、うん、調べたんだよね。うん、黄色はね、7号車だけ黄色らしいんだよね。へぇ、 でそれ見ると、うん、いいことが起きるらしいんですよ。あー、それお前、昔のお前ワーゲンと同じじゃねえかよ。黄色いワーゲン見たら願い事が叶うみたいなさ。いつ話した、80年代の話だよ。いやいや、でもその黄色、昨日見ちゃってさ、燃えた燃えた。面白いな。加藤さん、フリースト、はじめまして。どうも。最近コレクターズのファンになり、うん、同時にポッドキャストも聞き始めました。はい。さらば青春の新宿ジャムや武道館公演の DVD を見て、うん、コレクターズのかっこよさに目覚め、ポッドキャストを聞きリーダーとフリースさんの人間っぽさに日々爆笑しています。人間っぽさってどういうこと？実は私、大のビートルマニアです。うん、そんな私ですが、最近ビートルズに興味を持ち始めた、うん、高校2年生で同い年の彼女とハードデイズナイトのリバイバル上映を見に行くことになりました。ほー、ビートルズに興味を持ってくれた彼女にあの映画をぜひ見せたく、うん、見たいとも言ってくれて本当に嬉しかったんですが、うん、クリスマスのデートに自分の趣味を持ち込んじゃっていいのかが若干不安です。なるほどね。リーダーとフリースさんならどう思われますか？うん、デートプランはどんな風に考えますか？うん、リンゴモンタさん。なるほど。高校2年生？高校2年生なんてこいつだ。この子は高校2年生なの？大丈夫です。あのね、うん、タクシードライバーを見てね、君勇気をもらった方がいいね、これは。タクシードライバーね、あれポルノ映画に誘っちゃう、ね、ポルノ映画見に行っちゃうからね。そう、ロバート・デ・ニーロしっかり切られちゃうからね。うん、それに比べたらこれは成功率が高いよ。確かに。いいじゃん、おしゃれじゃん、17歳でビートルズの映画見に行くの。すごいよね。うん、うん、ぜひ行ってくださいよ、リバイバル上映。いいなぁ、ね、高校2年生で同い年の子供と。うちの息子と同い年だ。高2か。でかかった、ね、そう思うと全然ビートルズとかやっぱり普通に聞いてるからね。普通に聞いてるか、うん、でもモノクロ映画見に行くつもね。いや全然抵抗ないと思うよ、今いろんな色があるし。ああ、うん、そういうのも関係ないんでしょ。もう全然関係ない、気にしないでも、うんうんうん、そうだよね。俺らだとさ、モノクロからカラーになりやがった時代を知ってるからさ。そうだ、知ってるからね。どうしても下に見がちだけどさ。なんかカラーがありがたく思えるね。そんなこと全く思わないから、うん、そうなんだよ、ね、俺らはね、たまにね、カラーの時代でね、再放送やってる鉄人28号でね、そうそう見ると、ね、カラーだったのかよみたいなね。そうそう、あるから。そうあるよ。奈良県40代女、はい、くるみと申します。どうも。池二十四はシーズン1から欠かさず聞いてますが、はい、昨年秋の上夜音、今年10月のビッグキャットと、うん、まだライブには2回しか行ったことがない、うん、ライブ初心者です。ビッグキャットとのライブはもう最高にかっこよくて、パンチを聞いた加藤さんの歌声や、男の色気を振りまく小田さんのギタープレイやタバコを吸う仕草にクラクラ失敗してでしたが、はい、ところどころ疑問に思う箇所あり、はい、どうしても質問したくなりメールを差し上げた次第です。なるほど。サビの部分を歌うとき多くの曲で同じ付近というか、うん、同じ人たちに向けて加藤さんが歌っているように見えてしまって、うん、やっぱりコレクターズクラスのキャリアを持つバンドとなると昔からの馴染みのファンに向けてのサービスなのかなと、新参者の私は最高に楽しませてもらいつつも、なんとなく疎外感、寂しさを感じてしまいました。私は20年近くスピッツファンで、数え切れないほどスピッツのライブに足を運んできましたが、そういう感じを受けたことがないのでちょっと戸惑ってしまいました。加藤さんも人間なのでノリの良い人の方を見つけてしまうだけ、それともコレクターズのライブはこれがやり方なんでしょうか、うん、とはいえ来年2月のビッグキャットもチケットが取れればまで来たと思ってます。ご自愛ください。なるほど。あのね、あの歌いやすい姿勢っていうのがあるんですよ、小田さん。うん、おそらくそれだからサビの時はこの形が歌いやすいみたいな、うん、いや視線の先の話だから、そうすると大体形が決まると、うん、顔の位置も決まるじゃない。
でもそれはほら左の方を向いてる時をちょっとずらすとかさ、うん、角度変える。これでもそういうのない？でもギターソロ弾く時に、いや俺は常にあの客席を意識していろんなこうあれをやってるその辺あのプロなんだ。なるほど、俺もプロだよリーダーでもね、そういうねエンターテインメント性がちょっと欠けてるよ。そうだね、確かに、服で済ましてるよね。済ましてる。やっぱりその言いたいこと言いじゃねえよやっぱさ、このなんていうんだろうな、あの非常口を見て歌うじゃないんだけど、はい、目線、ボーカリストにとって目線は大事だからね。そう、でもね、非常口を見るようにしてるんですよ、うん。ギターはさ、やっぱさ、ギター見ちゃうからね、まあ、どうしたってね。確かにそうだね、うん、そうだね、そうだね。でまあ言わせてもらうと、特定の誰かを見てることはない。それはまあないとしても、どうせ見えないしね。見えない。そうだから、ポール・マッカートニーなんか見ると天才だと思うんだけど、全員と目があったように見せてるんだよ。ああ、そう、あれがうまいよね。だからリーダーもそうなる必要があるんだよね。どうしたらいいんだろうね。それはね、やっぱり今が30何年か日々考えながらやってる。ずいぶん長くかかってんね。長いよ、これだけ30何年。いや、でもポール・マッカートニーとか、そういうのはそういうのずっと意識して考えてたんだろうね。絶対そうだろうね。ビートルズ時代が変わんないもんね。でもさ、松田聖子なんてさ、デビューして1年目ぐらいのライブ行ったけど、うん、もうそのテクニックあったよ。あ、そう、うん、でも今思うとこでもジョン・レノンってやっぱ目が悪いじゃん、はいはい、で、メガネかけないでステージ立ったじゃん、はい、だから絶対ポールとは違うもんね。あ、一点しか見てない感じで歌ってるもんね、ずっとジョンってね。あ、ポールその辺うまいよね、うん、右見て左見てもう一回右見て渡りますみたいなさ。そうね、うん、あれはうまいな、ほんと。そうか、これからちょっと勉強だな、まだ日々。そうね、ほんとハンドマイクで歌わないで、スタンドマイクで歌えばいい。あのハンドマイクが力が入るんだよね、腹筋に。あれ、前かがみになっちゃうからさ、それだけでちょっとマイナスだよね。そう、確かに。でね、思いっきり歌おうと思うと、どうしてもね、前かがみになっちゃうんですよね。練習だね、うん、これはね、砲丸投げと一緒だと思うの、多分、うん、投げる手前でそうなるじゃない。あのね、そこはやっぱ練習ですよ。小さい箱だったらね、うん、問題ないけどね、クワトルぐらいからはね、ちょっとあれがね、そうだな、マイナスになるね。まあ、坂本九と一緒で上を向いて歩こうだな、これね。まあ、上向かないしでもなんかこうリアムギャラガーリアムギャラが逆に動きがないよね。でもいつも上向いてるよ、うん、リアムギャラがでもあのほら後ろで手を結んで、後ろで手を結んであのままずっとあのスタイルっていうのはまあね、確立したよ、確立したからね。イアン・ブラウンはくねくねしてるしね。イアン・ブラウンはもうピコ太郎の真似したよマジで、うん、本当、うん、武道館で面白いね。リーダー小太郎さん、お疲れ様です、はい、先日小太郎さんが電気シェーバーを購入されたお話があり、うん、興味深くお便りさせていただきた、はい。僕はヒゲが人並み以上に濃く、うん、46年間その濃いヒゲと戦い続けています、うん、毎日毎日お風呂でシェーバーで約10分ほど時間を割いてきましたが、うん、子供が生まれ自分に使える時間が短縮させなければと、うん、2年前についにアマゾンでポチってしまいました。なるほど。小太郎さんの4枚刃の1つ上の5枚刃ベンツです。何を威張ってんだよ一昔前は電気カミソリはさらにヒゲが濃くなるやら、うん、深く剃れないと言われていたので敬遠してきましたが、そうだね、ある日某カミソリメーカーと一悶着あったので、うん、グッバイ手剃りしましたと。なるほど。その一悶着とはメーカーはあの手この手で解剖を改良し、うん、バージョンアップを試みます、うん、前作を超える剃り心地のものもあれば前作を下回るものも発売してきますと。あ、やっぱそうなんだ。これはこういう人じゃなきゃ分かんないんで、うん、ヒゲが濃い小生からするといかに優しく深剃りが盲点でございますと。まあそうだよね、うん、5枚目はヘッドが大きくなりすぎて細かい部分まで届かないでかいヘッドなんだもんね、フェンダーでいうところの。そうなので4枚刃が最高峰と考えていますと。なるほどな。がここで問題が発生、うん、その最高峰の4枚刃がバージョンダウンしていたので、バージョンダウン、うん、コールセンターにその旨を伝えたんです。はい。改良されたように書かれていますが以前のものより深く剃れないので、うん、バージョンアップ前の再発を検討してくれないでしょうか、うん、電話口の彼女は冷めた口調で、うん、そのようなことはないと思います。ああ、そうだね。研究に研究を重ねより良いものへと改良しておりますので。なるほど。まさかの受け入れ拒否にカチンときた僕は言ってやりました、うん、あなたはヒゲと戦ったことのない、なるほど、無縁の話かもしれませんが、なるほど、46年戦ってきた男の気持ちを踏みじりやがって、うん、という話で電話を切ってやりました。なるほど。
ある意味彼女のおかげでついに電気シェーバー購入に至りました。ああ、幸太郎さんがおっしゃる通り近代的なルックスと何しろ洗えるんですね。ひげの濃い僕でも4分35秒程度でツルツルになります。なるほど、すごいんだね。ぜひリーダーにもお勧めしたいです。ああ、本当だよね。ちなみにローリーさんもひげにもシェーバーにはこだわりを持ってらっしゃるようで、舞台等の楽屋で他の方が使っているシェーバー音だけでメーカーが分かるようです。へえ。ローリーに昔ね、和夫ちゃんさ、電気カプセルどうなのって言ったら、小太郎くんね、高いのはええよって言ったじゃん。さすがローリーも青くなっちゃうぐらい濃いからね。追伸、来年の埼玉公演、3回目の先行抽選を外し、うろたえている年末感のない年末を迎えています。なるほど。あ、これなんだ。あ、写真がね、添付されてる。あ、それそうな感じだね。これ芝刈り機みたいだね。小太郎、俺のもこんな感じなんだよ。こんなすごいので剃ってんの、で、昔はさ、電気だとなんか本当に嫌な印象だったんだよ、剃り跡は。今全然だよ。なるほど。買わなきゃありだ。ダメだな、俺だね、これ買わなきゃいけないの。いや、まあ言ったね。藤原の8階のね、三富君っていうのはもうこのポッドキャスト聞いてて、小太郎君がさ、あの電気カミソリのデザインの進化が、ベンツも真似してるって言ったじゃん。わかりますって言った。鋭いとこ小太郎見てんだな。もうだから俺ベンツ外で見たら電気カミソリしか見えないもんね、走る。形がね、むにゃってした感じがね。アラジンの大魔王用のヒゲソリに見える。ね、それしか見えないよね、ベンツ。気の毒なことに。ヒゲソリ走ってるよ。ベンツモデルすっつけないんだよ、これ。あ、ベンツマークだね。ミニカーみたいなです。そこまでってジョークが分かる会社だとは思えないな。そう、まあ、ベンツにしてみれば迷惑ちゃう。迷惑な話だよ、本当に。ヒゲソリが寄せてきやがって的なさ。しかしこの人もクレーム入れちゃったね、コールセンターにね。いや、でも明らかに良くなかったんだろうね。うん。退化することあるからね。ある。まあ、向こうはそれ研究して良くなったと思ってるかもしれないけど。コウタ君さ、クレーム入れてないの？ノークレームだね。ノークレーム乗りたん？めんどくさくて。あ、よくコウタ君ってやっぱタクシーに文句言ってたじゃん。もう全然。こんな道走んじゃねえだなんだこんなって。もう全然タクシーも優しい。この前さ、コウタ君細い道でさ、もう本当すり抜けできないの。俺バイクだったの。前がタクシーだったんだよ。で、そのタクシーがさ、客を降ろすんだけど、そう、路地の止まれでさ、止まってんだよ、で止まれで止まるのは当たり前だけど、そこで客を下ろしたら後ろ詰まっちゃうじゃん、もうなんぼたらったらこれ追い抜けないしと思って、だんだんもうフルチモードになってきた昔の、こいつ絶対次の信号待ちで捕まえて文句言ってやるって言って、コンコンやったわけですよ、ガーって言って、何ですかみたいな態度があるから、その時俺が言ったのが、バカだなと思ったんだけど、止まれで止まるんじゃねえよっつったんだよって言っていながら、止まれって止まれだよなって思いながら、そういうことあるよね、小太郎君ね。あるでしょ。あるけど、口が先行っちゃった、あるでしょ、その時。まあね、止まれって、ちょっとすいませんでしたからね、止まれで止まるんじゃねえよなっつって。今タクシーの運転手さんが昔と違ってさ、丁寧だからさ、パチンカの店員も昔と違って丁寧じゃん、似てるね、この。だからさ、あれあれでしょ、だから絶対にさ、謝ればいいって話になってるんでしょ、きっと。てかもう違うじゃん、最初からじゃん、丁寧じゃん、だからさ、なんでやっぱ違うんだよ、もう昔と、入社する時のあれが。あの教育がってこと？教育も違うだろうし、昔はそういうなんかさ、パチンカの店員にしてもさ、もうなんか訳ありでさ、母ちゃんと一緒にどこから逃げてきたような人とかさ、タクシーとかもなんか何か、ダメになって行ったっていう人もいっぱいいてさ、いるね、客も客で態度悪いから向こうも向こうでちょっとさ、防衛線張んなきゃいけないからさ、なるほど、そういうムードがあったじゃないですか、せちがらい。今もういらっしゃいませんって感じだからさ、タクシーもさ、まあ、そういうことね、忘れもありませんかって言われてさ、その時そう言ってくれればね、俺だってエアポッツ忘れなかったんだよ。なるほど、忘れちゃったんだね。その時はそういう昔から時代タクシー乗っちゃったからさ、忘れちゃったんだ。で、出てこない。出てこないよ。あら、もうボルサリーノの帽子を貼っても忘れたしさ、どんどん忘れちゃうね。
でもさ、あれタクシーもさ、なんていうの、交差点の絶対さ、もう詰まるっていうところでさ、なんで止まるんだろうね、あれ。ここでいいって言われちゃったんですよ。でここでいいって言われたってさ、ここ申し訳ないけどって言えないのかね。いやだ、それはさ、言ってね、正しいことなんですよ、それ、ここちょっと止まれないんで。絶対そうだよ。客によっちゃね、うん、そこでね、何十年かかってね、おいってなる人が多いんだよ。マジで止まんないでよ、マジで。ここで止まったら後ろ詰まるだろうっていうね。待ってあげてよ、俺昨日パン屋でね、うん、俺の前の客がね、1円、2円ってもうずっと、もうね、死ぬほど待ってたんだよ、後ろで。1円、2円って四つ目階段みたいになったんよ、番長さらしきが。1枚2枚みたいになってんの。それはもうね、で1円足んなことはどうなんのか分かんないです。じゃあもう一回やり直しだよ。もうやり直し、あ、じゃあ10円でいいやみたいな。じゃあ10円で。やり直しか、そういうのあるからね。なるほど、やっぱ待たなきゃダメだね。待ってあげてよ。池袋コサデ24時。ここのフラクターズはリーダーがよしチキン食堂 CM 放映中。ああ初めて見た、この前見てないよ俺。やっぱりコータル君年取るね、人間って。それはそうだよ。いや船長のあの格好してても俺年取ったなと思ったもん。いやそりゃだって本物のその漁船乗ってる人だって老けんだからまあそうだけど、そうだけどたかだか数年の世界に、小田君そんな中学卒業してすぐ漁船乗ってますみたいじゃないんだよ俺。いやそうそう、老けますってビッグシングル愛ある世界を穴る金ともない29日までディスクリニオン茶の水駅前店で、ザ・コレクターズワールドというワールド開催中と。そして来年になりますが、コレクターズロックのローフェンダーツアーが全14本スタートします。はい、します。1月25日広島セカンドクラッチからスタートですね。うん、そうですね、はい。3月20日の沖縄まで続くと。お、今回福岡ドラムロボスで福岡にあるんですね。まあ詳しくはですねザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。なるほど。写真館アーカイブもこちらからどうぞ。はい、毎週水曜日更新です。 P メール64@gmail.com お待ちしております。はい、それではまた来週。はい、トゥーザダウン、トゥーザダウン。